乾杯。おはようございます。とりあえずホリピュアゼリー、夕張メロンピュアゼリーだって。果肉使用してんの？大丈夫かな。前に北海道のムネさんにいただいたんですよ。北海道では普通に有名らしいですね。自分東京生まれで東京出身なんで全然知らないんですけど、ホト君東京だから知らないっしょ、これあげるっつってもらったんで食べちゃいます。朝だし。おお、なんかね、表面がね、すごい汁。何すごい汁って。おー、ああ汁が、汁が、ああ、気をつけて。ゼリーは立って食べちゃダメだね。果肉感はよくわかんないね。ただね、不安なのがね、果物ダメなんですよ。ダメって食べるのは好きなんですけど、アレルギーなんですよきっと。あれ病院行ってないから何とも言えないんですけど、果物食べるとね、喉の奥がやられるんですよね。昔は大丈夫だったんですけど、小学校4年ぐらいだったかな、なんかの時にね、メロンを食べたんですよ。これは夕張メロンですけど、普通のメロン、その時にね出てきたんですね。でそれからというもので、メロンに始まり、スイカに始まり、今なんだろう、食べれることならもうね、半玉食いたいね。半玉をこういうちっちゃいスプーンで食いたいね。ゼリーじゃないんですよ。今ふと食べたくなったから食べただけで。皆さんどうです？家でネットするでしょ？ネットするでしょ？ネットするときにさ、最近だとあのモバイル Wi-Fi だとかさ、なんて言うんだっけ、Wi-Max とか e-mobile とかなんとかモバイルとかさ、あるでしょ。うちはね、これ使ってるんですよ。ちょっと前の AirMac。 やっぱね、僕みたいにネットジャンキーの人はやっぱ無線環境ないともう生きていけないんで、こういうのを家に備え付けてる人はいると思います。これを買ったわけですよ。何を買ったかっちゅうとね、あ、ほら、もうちょっとさっきのね、ゼリーが効いてきてるよ。やっぱ果肉入りはまずかったんじゃないかな。ぶっ倒れることはないんでいいんですけど。はい、エアマックエクストリーム。いや、なんでね、銃を買ったかっていうとですね、エクストリームとエクストリームとか、エクスプレスとエクスプレスとかで別のとこに設置することで拡張できるらしいです。この Wi-Fi のこの広がるあれが、なんだあれとかこれとかで、なんで広げたくなったかっていうとですね、話題なの、僕の中だけの話題の、僕のルームメイト相手がですね、ちょっとフルマしてこんばんはをしちゃったんで、ちょっとこれで広げようと。うちのこいつだけじゃもう足んねえと。ブラビアとかテレビでフル見れるんですね。それでもう見始めちゃったら、もう食っちゃう、ネット食っちゃう、すげえ食っちゃう。だってでかいもん、テレビ何インチかわかんないけど、そっちでメインで見てるから、その人がめっちゃ開かない。だから大変なわけですよ。僕が YouTube 見てる時とか被っちゃったりすると、もうね、見させてくんないのな。もうなんかドラマ見てるからとか、なんとか見てるからとか、もう僕もフル入っちゃおうかって思うぐらい。よっと、これセットアップってめんどくさいのかな。うわ、あ、意外とでかい。もうちょっと一回りぐらいちっこいのかと思ったわ。これでかいわ。じゃあちょっといろいろセットアップするからちょっと待っててください。まず置く場所を決めようかね。このネットワーク拡張のさ、誰もいないの喋るんだって。おお、アップルのこの AC アダプター初めて見た。こんなのあんの。なんだ、直にこれ挿すんじゃないの？思ってたんと違う。入れちゃえばいいのに、ここまででかくすんだったら。ここまででかくなったらもうこれ1個分ぐらいの大きさを許容する心の準備はできてますよ。やっぱ画面にいてる時に喋った方がいいね。こういうネット事情よくわかんないから、とりあえずもう今までもさ、これ買っときゃいいんでしょみたいな、そんな感覚だったからさ、これ買っといてさ、ほらもうLANケーブル挿すと1個しかないから、もうこれ買ってコンセント挿しておけばいいんでしょっていう考えだったから、もうね、なんかこんなん出されてもちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんないんですけど、ただいま。やっぱね、ネットワークの新しい構成ってのはね、こうスッといけるようなもんじゃないんですよ。みんなそうでしょ？俺はもう一回で言ったら試しないんだから、こういうの。まあまあまあ、でもね、うまくいきましたよ。自分の部屋がちょっと拠点になってるんで、自分の部屋から向こうの部屋まで、廊下が50メーターぐらいあって、リビングが40畳ぐらいあるから、40畳の一番向こうの端っこに置いといたから。でっかいクマも飼ってるんです。
そこであのパソコン繋いできたけど全然見れた。なんという大豪邸に住んでるんでしょうかね、僕はね。その隣の部屋がまさか4畳半だとはね。どういう設計してるんだな。これでもう文句言われることなく僕だって YouTube 見えますよ。全部を無線で繋いでるんですけど、ちょっとこのね、母艦だけは有線で繋いでようかなとか、そんなことを考えております。LANケーブルあんまりあったかな。